回のタイトルは、カルダノエリダは今サイクルで10から12倍の潜在的なチャンスがあるとアナリストが語るです。ぜひ最後までお付き合いください。 X ユーザーであるカルダノダップアナリストは、エリダはこの市場サイクルの間に現在の価格水準から10から12倍の驚異的な上昇を見るだろうと大胆に宣言しています。この大胆な予測は多くの投資家が目を丸くして信じられないかもしれません。しかし忍耐という稀有な技術を培ってきた堅実なホドラーにとって、そのような楽観主義は自己実現的な予言であることが判明する可能性があります。アナリストによると、厳しい現実は暗号投資家の 90% が嵐に耐えられず、資産を保持するために十分な決意をしていないという単純な理由でお金を失うことです。したがって残りの 10% に入るためには、強い心を持ち、トレーディングフローを埋め尽くす、絶え間ないノイズやパニックを無視する方法を身につける必要があります。カルダノの強気の理論と、エイダが以前の強気の実行中でさえ多くの暗号通貨に遅れを取っていることを指示して、別のアナリストであるセセビは、このトークンにはまだ希望がある可能性が高いと考えています。カルダノはそのように設計されているようです。それはせっかちな所有者が眠りにつくまでゆっくりと成長し、その時点で突然爆発的に行動を開始するのです。セセビはエイダが次の上昇に向けてエネルギーを集めている証拠として 0.75 ドル前後のサポート水準での価格行動を指摘しています。価格がその重要な領域に向かって下落するたびに、旺盛な買い手需要を反映してすぐに熱意を持って買い占められました。これらの強い芯は買い手がしっかりとコントロールしており、差し迫った上昇を見越してこれらの割引水準で熱心に積み立てていることを示しています。記事執筆時点でエイダは 0.77 ドルで2度目のレジスタンスに遭遇した後、 0.759808 ドルで取引されており、心理的に重要な 0.80 ドルの水準を突破できていません。24時間の取引高は 19.93% 減の9億7000万ドルでしたが、前日比 1.82% 増、前週比 4.51% 増となっています。トレンドライダーとして知られるアナリストもテクニカル的な根拠を指摘し、エイダは新たな強気相場の初期段階に入ったと述べています。同氏は相対力指数 RSI を引き合いに出していますが、これは最近のフェイクアウトの後2度目の買われすぎになっていますが、これはエイダの2021年の爆発的な強気相場に先立つ状況を反映した設定でした。もちろんRSI が主要な70レベルを下回って取引を終えた場合、この上昇トレンドの目は無効になるという警告を付け加えています。以前の厳しい弱気相場を乗り切ってきたカルダノ愛好家にとって、おそらく経済的な正当性が証明され、暗号通貨のより緑豊かな牧草地に戻るという見通しがようやくつかめるところまで来ているのかもしれません。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。